三皿で一品にした理由を説明しろ。オイラーの投資家が浮かんだんです。は？E の A 倍乗プラス1イコール0。いや、は？パーティー料理は難しい。前菜、スープ、メイン、それぞれが見事に調和して、しかもそれが会場やお客様の空気にもぴったり合う。そんな美しい調和を生み出せる料理をイメージしたんです。それはまさしく全く別の世界から現れた円周率 π、虚数単位 i、そしてネイピア数 e が、この3つの数字が見事に融合して一つの皿に調和を生み出す。まさにオイラーの等式のような料理。前菜、スープ、メインを別々で考えるのではなく、むしろ3つで1つの料理になる。そんなイメージが浮かんだんです。だってパーティーですから、食べ方も楽しくていいと思ったんです。さすがだな、ガクは。